ゴーガン自身は1848年にパリで生まれたんですよ。2月革命の年に生まれてるんですよ。ゴーガンのお父さんはその共和派の要するにバリバリの左翼系の新聞のナシオナールっていうのがあったんだけど、それの記者だったの。でお母さんは有名な女性社会主義者のフローラ・トリスタンっていう人がいるんだけど、その人の娘なんだよ。だからもうバリバリのその左翼系の両親のもとに2月革命の年に生まれてるんだよ。の労働者革命でほら、それでミレーの絵とかがさ、はい、持ち上げられたり、あのクールベのオルナンの食休みが2頭も取ったりとか、そういうのはあったけど、すぐに反動が起きるだろう、はい、和田の好きな後のナポレオン3世がすぐに巻き返しを図ってくるわけだよ。それでそのリベラル派の弾圧を始めるわけだよ。だバリバリのその左翼夫婦だったゴーガン親夫妻は危ないっつんでペルーに逃げるんだよ、南米の。でだけどその逃げる途中でお父さんは船の中で病気にかかって亡くなっちゃうんだよ。でゴーガンは結局7歳までペルーの首都のリマで育つのね。でなんでペルーに行ったかっていうと、そのお母さんの側のトリスタン家、これ正確にはねトリスタン・モスコーソ家って言って、これはペルーといえば昔はインカ帝国が、あとこれインカ帝国の皇帝の血筋に連なるインカ帝国の皇帝の末裔とスペイン人の間にできた家、名門なんだよ。ペルーの超名門の家なんだよ、このトリスタン・イ・モスコーソ家っていうのは。ゴーガンにとっての大王子さんになるのかな。その人がペルーの副王っていう、まあ、要するにスペインを治めてる人だったんだよ、ゴーガンの大王子さんが。だからリマに逃げたって言っても、逃げた先ではものすごいいい暮らししてるんだよね。でそこで7歳まで育ってフランスに帰ってきて、で寄宿学校行ったり海軍兵学校の予備校みたいなところに行って、で海軍兵学校受けるんだけど落ちるんだよ。で見習い船員としてしばらく船に乗って、でその時に世界一周してるんだよね、もう18歳の頃に。で戻ってきて将校としてじゃなくて兵隊として海軍に入って、で普通に海軍の軍人として普仏戦争もやって、でそれから除隊して、それで株の会社、証券会社に勤めて株式仲買人をやるんですよ。25歳の時に結婚して、奥さんデンマーク人なんだけど、はい、で子供も4男1女に恵まれ、もう普通のちゃんとした人ですよ、はい、ゴッホと違って普通の社会人なんですよ、はい、普通に絵がうまかったんですよ。で証券会社に勤めながら絵が好きだからっつって、まあ、日曜画家で絵を描いてた。25歳の時にもう素人画家なのにサロンに入選したりしてるんですよ。でそれ風景画で入選したって、それどの風景画か分かんないんだけど、同じ1873年に素人画家のゴーゲンが描いた風景画、例えばこれなんだよ。普通にうまい絵なんだよ。で印象派展にも79年の第4回から86年の第8回まで毎回出品してるんだよね。だからこうちょっと印象派のタッチやなんかも取り入れたりなんかして、非常に器用、あと彫刻なんかもできたりして、非常に器用で上手な人だったの。暮らしも良ければ絵も上手くて、特に81年にはあの画商のデュラン・デュエル、印象派展をバックアップしてたゴーガンの作品3点買ってくれたりして、商売にも絵でも稼げるようになっているんだよね。だからもう順風満帆の普通の、 あのパリの、まあ、ブルジョアですよ。当時住んでたゴーガンの家がこんな感じで、まあ、パリの一等地のアパルトマン借りて、こんななんか奥さんピアノ弾いたりなんかして、もう普通のブルジョアライフをエンジョイしてたわけですよ。ところが1882年にフランスで金融恐慌が起きるんだよ。で株が大暴落するの。で証券会社結構苦しくなって、一方で絵売れ始めてたじゃん、でもう株やめて絵一本で行くべ、これが大間違いや。このゴーガンって
この計算ができるんだかできないんだか分かんないところがあるんだよね。その株の仲買人とか やったりさ、そういうちゃんとそういうこういう暮らしもしてたりでさ、株が暴落したら絵も売れねえぞってことがどうして分からないんだっていう。そっか案の定あっという間に食い詰めちゃうんですよ。そっからの急転直下の転落がすごいんだよ。そんなに早く金なくなるってぐらいあっという間に金なくなっちゃって、で奥さんと子供は奥さんの実家、奥さんデンマーク人って言ったよね、デンマークのコペンハーゲンの奥さんの実家にも預けちゃって、で自分は最初は息子連れてたんだけど、そのうち息子も実家へ帰しちゃって一人でパリでね暮らすんだけど、もうたちまち食い詰めてポスター貼りのバイトとかやって、いやポスター貼り以外にもうちょっとまともな仕事あったんじゃないのとかも思うんだけど、もういきなりどん底に落ちちゃったわけだよ。これだからゴッホと違ってちゃんとやれてる時はものすごいちゃんとしてるんだよ。だけどなんかダメになる時のそのガクンって生き方がやばくて、こういう人の方が怖いよね。普通に証券会社に勤めてさ、趣味で絵描いてるさ、いい人だと思って結婚してさ、子供も5人もできちゃってさ、明日さ、いきなりですかみたいなこれゴーギャの面白いとこなんだよね。どっちが怖いわだ。ゴホみたいにも最初からやばいって分かってる方が安心だよな。はい、はい、絶対そう思います。それで1886年の、まあ、最後の印象派展に出品した後、もう完全に食えなくなって、うん、それでポンタバンに行くわけ、物価が安いからっていうんで、でポンタバンに行くと若いアーティストがいっぱいいるわけだよ、うん、これもタイトルそのままなんですよ、うん、説教の後の幻影っていうことでね、うん、今日この人たちは教会に行ってきたんですよ、うん、でそこで神父様のお話を聞いてきたんですよ、はい、多分この天使とヤコブの戦いのお話をされたんですよ、うん、でこの天使とヤコブの戦いっていうのは旧約聖書の創世記に出てくるね、32章の23節から31節ですよ、うん、この話よく分かんない話なんだよ、うん、ヤコブがある時寝てると、はい、夜突然なんか暴漢みたいなやつが現れて、うん、はい、いきなり襲いかかってくるんだよ、うん、でヤコブはそれと戦うんだけど、ヤコブなかなか強くてさ、相手も強くて、はい、ずっとなかなか決着がつかないんだよね、朝まで、あもう朝になっちゃうよみたいな感じで、はい、その暴漢がお前も強いのは分かったって、もうやめにしようって言うんだけど、ヤコブはいえあなたが私を祝福してくれるまでやめませんみたいなことを言って、はい、じゃあ祝福しようとかって去ってくんだよ、はい、であれは神だと、私は神のね顔を身近で見たのにね、まだ生きてるぞみたいな、そういう話なんだよ、これ何の教えなんだよみたいな、すごくいろいろ解釈が分かれた話なんですよ、うん、でも神って言ったって神そのものがあれするわけじゃなくて、神の使う天使だよね、はい、だ結局それは天使とヤコブは戦ったんだろうということなんですよ。その話を聞いて教会から出てきた時にみんなそのお話に感激して、こう目の前にこう天使とヤコブの戦いがまだまだと浮かんだわけですよ。だからこれは幻影なわけですよ、この人たちが見ている幻なわけですよ。ちなみにですね、この天使とヤコブの戦い、この構図、はい、これはね北斎漫画がネタ元と言われてますよ。これかな、うん、本当だ、まあ、ゴーガンもねゴッホと同じで浮世絵たくさん集めてた人だから、うん、当然当時もパリでもう北斎漫画すごく評価されて、いろんなところに引用されてたからって言われてるんですけど、うん、この作品ゴーガンにとって非常に大事な作品なのね。ゴーガンの芸術の核心をなす2つの主義を確立した作品と言われてるんですよ、うん、一つは総合主義っていうシンセティスムっていう、まあ、シンセサイザーのあれとして総合する融合する融合主義、何を融合するんだよっていうと、それは見える現実を描く印象主義と見えない幻想を描く象徴主義、これを融合するんだと。
だからモネとかルノアールとかのこう見える自然を描いていく印象主義と、モローみたいな目に見えない幻想を描いていく象徴主義を融合して総合主義にしていこう。これはここは現実ですよと、でここは幻想ですよと、現実の光景と幻想の光景をもう同じ画面に描いていこうよっていう、そういう総合主義っていうのをまあやろうとした作品が、それが一つね。でもう一つはクロワソニズムって呼ばれる、これは技法上の問題なのね。クロワソニズムっていうのは、クロワソンっていうのがフランス語で仕切りとか壁とかの意味なんだよ。で尻尾ってわかるかい、あのエナメルのこういう尻尾焼きの、うん、あれの技法でクロワソネっていうのがあるんだよ、うん、クロワソネって有線尻尾って言って、うん、こう金属の線でこう区切りを作って、その中にこう色をこう入れていく。クロワソニズムっていうのはあれと同じなんだよ、うん、こう輪郭の中をベタな原色で埋めていくっていう、うん、この描き方、これクロワソニズムっていうんだけれども、この2つを確立した作品というふうに言われてるんです。だからゴーガンの芸術を語る上で非常に大きな作品なんですよ、これ。これをじゃあゴーガンどこで描いたかっていう話なんですけどね。この女の人の様子を見て何か気になる点はないですか？女の人たちの服。これはブルターニュ地方の民族衣装なんですよ、フランスの。でブルターニュ地方ってブルターニュっていうぐらいで、ブリテン人、イギリスのグレートブリテンの、まあ、イギリスと の海挟んでこっち側にある地域や、ブリテン人の土地だからブルターニュっていうんだよ。でブリテン人って何かというと、要するにケルト人なんだよ。ヨーロッパに昔から住んでいた、ローマが入ってくる前から住んでいたケルト人の人たちなんだよ。だケルトの文化がすごく色濃く残ってる地域なんだよ、ブルターニュって。で独特の民族衣装があったりするんだよ、うん、だから日本だと例えば沖縄とか、まあ、北海道の方のアイヌとか、そういう古くからの文化が残ってる場所なんだよ、ブルターニュの。でこのブルターニュの村のポンタバンっていうところがあるんだよ。このポンタバンっていう村がですね、当時その独特のこの文化があるわけじゃない、ケルトのパリとかとは全然違った、うん、があるし、あと田舎だから物価がめちゃめちゃ安かったんだよ、うん、だから若いアーティストたちがここにあのテーマを求めていっぱい集まってきてたわけですよ、うん、そこで描かれた絵なんですね。ゴーガンっていうと、あのアルルでゴッホと一緒に暮らしたっていう、でその後タヒチ行ったっていう、アルルとタヒチが有名なんだけれども、うん、実はゴーガンの芸術が確立したのはその前のポンタバンなんだよ、うん、アーティストが集う宿が決まってて、これがすごいんだけど、グロアネックの宿っていう、今確かこれ観光名所になってると思うんだけど、うん、まあこの中にはゴーガンはいないんだけど、こんな風にわさ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 アーティストがパリから来て、この安い宿、地球の歩き方の宿みたいなとこ泊まって、ほらこう民族衣装着た女の人ちらほらいるでしょ、はい、でここに転がり込んでゴーガン、うん、若いあのアーティストの中にはさ、家金持ちなやつだとかもいるから、うん、もうたかって歩いて、ゴーガンちょっと年上だし、うん、印象派展とかにも出してるし、サロンに入選したこともあるしっていうんで、もう若いやつにたかって歩く毎日ですよ。でそんな中あの、まあ、一番カモにされたのが20歳ぐらい年下のエミール・ベルナールっていう画家だったんだよね、うん、でエミール・ベルナールとゴーガン非常に仲良くなるんだけど、ゴーガンの、ね、狙いはね、ベルナールの妹だったんじゃないかとも言われてるんだよね、この人なんだけどね、ベルナールの妹マドレーヌ・ベルナールっていう16歳ぐらいのあれだけど、もうゴーガンお構いなしだから、もう年の差とかとにかくこのベルナールと仲良くなってですね、このベルナールと一緒にさっきのクロワソニズムみたいな手法を開拓していくわけですよ、うん、87年に船乗り時代のことを思い出して、パナマ運河のところに行くとね、ちょっと人儲けできるっていう話をどっかから聞きつけてきて、うんうんはい、で若い画家のラバルっていうのを誘って、儲け話あるんだけど一緒に行かねえかって言ってパナマに行くんだよ、だけど当てにしてた人が全然うまくいかなくて、
で結局マルティニークっていうとこ回って一文なしで帰ってくることになるんだけど、その時にね書いたのがこれマルティニークで書いたマンゴーの木っていう作品があるんだよね。だからこの後の大地を予言してんだよ。もう一回行ってるんだよ、うん、で一回そのパリに帰った時にあの87年にゴッホと知り合うんだよね、うん、エミル・ベルナールもパリでゴッホと知り合って、で、まあ、3人仲良くなるわけですよ。でそしたらその次の年の88年にゴッホがアルルに行っちゃって、でアルルは日本だと、いいとこだって、黄色い家借りたからみんな来いよって言って、このどこに誘いを出してたかって言ったらポンタパンにいるベルナールやゴーガンに盛んに手紙を書いてたわけさ、今度あのお前らアルルに来いよって言ってガンガン誘うわけですよ。ところがゴーガンもこの年にこのポンタパンで大爆発してるわけですよ。例えばさっきのこの説教の後の幻影なんかもこの年に書いてるわけ、その若いアーティストの間でゴーギャンリスペクトが始まってるわけだよ。そんなゴーギャンをリスペクトしてた一人がこのポール・セルジエっていう人だったわね。国立美術学校に通ってたんだけど、これがこのセルジエがポンタファンでゴーギャンの指導のもとに描いた絵なんだよ。でこれどうも川沿いの道を歩く人を描いてるんですよ。でこれを見た時にね、セルジエが描いてるので、ゴーガンね、君はそこは何色に見えるって、ちょっと赤っぽく見えますかね、じゃあ赤に塗れと、自分が見たままというよりも思ったままに塗れっていう、好きな色を塗れみたいな適当なこと言うんだよ。ほんとこの人はなんかそれでピピーンと啓示を受けちゃったんだよ、これだって言って。でこれすごいちっちゃい絵なんだよ、実際こんぐらいの絵なんだよ、すごいちっちゃい絵なんだけど、これこそね僕らがねこれから進む芸術をね示してる作品だって言って、これもともとはなんかそのポンタバンのなんか恋人たちの道みたいなそんな題のあれだったんだけど、これにタリスマンっていう名前をつけるわけ。でタリスマンってお守りっていう意味なんだよ、これを俺たちのお守りだと。でこれをパリに持って帰って美術学校の仲間たちに見せて、おこれはすごい、これこそ俺たちが目指す方向性だって言って結成されたのがナビ派なんだよ。だからナビってそのユダヤの、まあ、その死じゃない、教えを説いてくれる。じゃあそのナビ誰かって言ったらゴーガンなんだよ。ゴーガンリスペクトで集まったやつらがナビ派を結成していくんだよね。でそんなゴーギャンリスペクトでしていて、もうゴーギャンはそれをいいことにそいつらにたかるんだよ。飯食いに行こうっつって飲み行くぞみたいな、また来たよって、またあの人自分払わねえんだよみたいな。でただもうゴーギャンますもうどんどん金はなくなっていくからさ、ポンタバンよりさらに物価が安いル・ブールジュとかいうところに今度移ってくんだよね。でそこのマリ・アンリーの宿っていうところを拠点にするんだけど、でもそこでも絶好調なんですよ。ゴーギャン その初期の代表、こう黄色いキリストとかね、これ見ると必ずほらブルターニュの女の人が出たりするから、わかんこういう傑作を連発していくんですよ。でこのよく出てくる絵、この降臨のある自画像っていうのも、これもそのル・プールで描いたんだけど、これもともとどういう絵だったかっていうと、宿代代わりにですね描いた絵なんですよ。でこのマリアンリの宿って今もあって観光名所になってるんだけど、そこの食堂がこういう感じなのよ。 ここに書いてあったのよ。これ今そのレプリカがはまってる。でこうやってこの辺食えないアーティストたちが宿代代わりにこういうの書いて、これ一つみたいな感じで暮らしていたんだよね。だからまあここにいる限りこんなことで宿代払ったり、若いやつにたかって酒飲んだりできるから、で調子に乗ってですね、1889年パリ万博が開かれたんですけども、そのパリ万博に出品しようとしたんだけど断られて、それでそうだっていいアイデアがあって、パリ万博の中にカフェができるじゃん、会場にカフェでね展覧会やったらいいんじゃないかって、そこだったら国の許可なくてもカフェのあのインテリアですみたいな展示できるからっつって、そのカフェで印象&総合主義者展っていうのを開くんだよ。でこれ大失敗
大失敗終わって特にドガとかに万博に裏口参加しやがったとかって言われたり大失敗するんだよ。この人はさ調子いい時からさいきなりどん底に落ちるっていう特徴があるんだけど、印象&総合主義者展が失敗したあたりからさいろいろ歯車が噛み合わなくなってきて、まずこのポンタパン時代一番のその射程だったエミール・ベルナールと喧嘩するんだよ。20も年離れたやつと喧嘩するのやと思うんだけど、その理由がクロアゾニズムをどっちが先にやったかなんだよ。でこれはまあ多分っていうか、まあ、ほぼ間違いなくベルナールが先なんだよ。むしろゴーガンがパクってるんだよ。だけどこれをあの主義として確立したのは俺だとかって言って、でもベルナールも嫌になっちゃうんだよね。であとゴーガンにはもう一人証券会社時代からの素人画家時代からの仲間のシュフネッケルっていうのがいるんだよ。この人もいろいろ面倒くさい人なんだけど、はい、ゴッホの作品をさ買って勝手に手に加えちゃう人だよ。もともとはゴーガンの証券会社時代からの友達なんだよ。そこに最終的に転がり込んでたんだけど、そのシュフネッケルとも喧嘩して追い出されちゃって、もういよいよどん詰まりになっちゃって、それでこれはもうあかんって言ってタヒチにでも行くかってなるわけですよ。それでまたその次のフェーズが始まるっていうことなんですけどもね。だからゴーガンのこのアート技法的な基礎が確立したのはやっぱりポンタパンなんだよ。ゴッホにとってはあるだけれども、ゴーガンはやっぱりポンタパンで、ここではクロアゾニズムを先に開拓してたベルナールもいれば、後にナビ派となる若いアーティストやなんかもみんなこの場所でゴーガンと知り合うことで次の運動につながったって、非常に大事な場所なんだよね、フランスのアートにとって。まあなんでタヒチかっていうことなんだけど、まあ、まず物価が安いっていうのがあるよね。それからゴーガンはあの第1回でも話しましたけど、もともと船乗りやってて世界一周とかしてるんですよ。それで画家になってからもポンタパンで若い画家捕まえて南米とかまで旅行したりしてるから、ゴッホと違って知ってるわけですよ。まあある意味、まあ、土地勘とまでは言わないけど、タヒチがどういうとこでどのぐらいかかってどうやって行けばいいかみたいなのはもうよく分かってるわけですよ。それが言って、それからそのタヒチはフランス領だったっていう、フランス語が通じるっていうのがあるよね。それからこれもうやっぱりそこでそのなんか民族芸術みたいなフォークロアートってものをこれから取り入れていかなきゃいかんのじゃないかっていう、この意識があったと思うんだよね。これ新しいんですよ。これはもう20世紀になってからピカソたちがアフリカ彫刻の時代とかって言ってやることをだいぶ先取りしてたんだよね。でそれはあのパリで植民地博覧会とかそういうのがあって、いろんなフォークラーアートを目にして、これだとこれからこれを取り入れていかにはあかんっていうのを思ってたんだと思うんだよ、うん。まあ、そんな狙いもあってタヒチ行きを考えて、それでついては資金が必要だっていうことで、1991年の2月に、まあ、今もあるオテル・ドゥルオーっていう有名なフランスのオークション会社があるんだけど、そこで作品を競売するんですよ、うん。でこの時すごく売れたんですよ。で売れただけじゃなくって、いろんな作家や評論家がゴーガンなかなかいいぞみたいな記事を書いてくれたりしたんですよ。だからここで頑張ってればそのままフランスでブレイクしたかもしれないんですよ。だけどもタヒチ行き資金募集みたいなクラウドファンディングみたいな感じで競馬やっちゃってるからもう後に引けないじゃん。ここでブレイクチャンス逃してると思うんだよ俺。でここが面白くて、ゴーガンって忘れちゃったかもしれないけど、もともと株式仲買人をやってたわけだよ。株屋だったんだよ。で株屋で成功して結構いい暮らししてたじゃない、はい、なのにね、いつもタイミング悪いんだよ画家になってからは。この時もここ行かないで頑張ってればよかったんじゃないかなと思うんだけど、まあ後にも引けなくなって、それでまあ4月の1日にフランスのマルセイユの港を出て、2ヶ月後にはタヒチに着いてるんですよ。意外に早かったんだなって思うんだけど、
でタヒチの当時のそのまあフランス領なんだけど首都的な部分っていうのはパペーテってとこだったんだけど、物価高いしもうフランス人がいっぱいいて嫌だみたいな、で45キロぐらい離れた村にまあアトリエを構えて、でそこで13歳の現地妻テハマナっていう人で、通称テフラっていう人、あの奥さん妻子コペンハーゲンに、奥さんの実家コペンハーゲンに置いてるんだけど、現地妻をめとって、でこれがそのゴーガン自身がまあ後に出版するノアノアっていうね中で書いてるのを読むとね、すごくて、村にアトリエ構えてたらね、村の人が来てね、女いらんかっつってで、あのうちの娘どうだっつって言ってきて、お試し期間1週間愛するから、ただ1週間経ったら返してくれと、それで娘がいいって言ったらそのままやると、娘が嫌だって言ったらもうあの行かせないと、そう言われてこの人は現地妻になったって、本当かよと思うんだけど、そのノアノアってね結構持ってるから、ゴーゴーがあんまり間にあの 100% 間に合う、間に受けることはできないんだけど、まあそんな感じでこの現地妻と一緒に暮らしながら作品書き始めるんだけど、ここね絶好調なんですよ。いきなりやっぱ傑作書くんですよ。でまあそれがこれなんですね、イヤオラナ・マリア、マリア・ライさんっていうタイトルがついた作品なんですけども、うん、これマリアなんですよ。マリアさんとイエス様、聖母子像、まあ、ある種その原始の聖母子なんですよ。輪っかついてるでしょ。だこれはさ、まさにこの西洋のキリスト教絵画とタヒチのフォークロアを融合した作品なんだよね。もうゴーガンはタヒチ行く前からこれをやっぱり目指してたんじゃないかなと思うんですよ。でその証拠にすでにパリにいる時代に、パリ時代にその植民地博で見たね、ボロブドールの仏教寺院にある彫刻、そのポーズを真似てこういうのを描いてるんだよ。でこれをまさに異国のイブっていう、エキゾチックなイブっていうタイトルをつけてるんだけれども、アダムとイブのイブじゃん、これ蛇がいてね、なんだけどちょっとこの南国風の風景で描くっていうのをもうパリ時代に描いてるんだよ。でタヒチに来てまさにこれをベースに、これですよと、俺が描きたかったのはこれですよっていうのがこの作品、これはもう現地妻モデルに描いたと言われてるんですけど、てなべなべフェヌアっていうかぐわしき大地っていうタイトルをつけ、同じポーズでしょ、ポーズ自体はこれタヒチじゃなくってボロブドゥールの仏教寺院から撮ったポーズなんだけど、タヒチのフォークロアの中で完成した作品がこれなんですよ。でこれはだからさっきのイヤオラナ・マリアが原始の聖母子だとしたら、原始のイブ、アダムとイブのイブなのね。でこれリンゴじゃなくてなんか花摘んでると、で蛇の代わりになんかこれ赤い翼のトカゲ、人影みたいなやつが飛んできているという、ゴーガンがもうこれつくやいなやこの辺連発してるっていうのは、やっぱりパリ時代からタヒチに行ったらこれをやろうっていう構想を持ってたんだよね。フォークラー、それからこの色彩、それはポンタバン時代にベルナーディアなんかで確立したこのクロアゾニズムね、平面ベタ塗りの色使いなんかを駆使して西洋絵画とそのタヒチのフォークラーを融合しよう、原始の聖母子、原始のイブ、こういうとこからスタートするわけですよ、だけどだんだんそのポリネシアのこの独特の信仰、独特の信仰が あったわけですよ。そこにも興味を持ってくるんだよね。でいろいろこうキリスト教とは違うポリネシア的なこのまあ、宗教と言っていいのか信仰にも興味を持ってきて、で例えばこんな作品を描くわけですよ。でこれはここに、またタヒチ語でマナオトゥパパウどういう意味かというと資料が見ている、これもこの子がモデルなんだけどね。この話もノアノアの中に書いてあるんだけど、ある日ゴーガンがどっかで酒飲んで帰ってきたら、夜
この子が裸で寝転んで伏せて怖い怖いって言ってたと、うん、でもうどこ行ってたのと、一人にしないでって夜になってね、資料が私を見てる怖いって言って、うん、だからこの資料、こういうもんに対する信仰、うん、あるじゃん、どこにでも、うん、そうアニミズム的な資料が怖いとかっていう、そういうものを書くようになってくる、うん、同時にこれはある作品へのオマージュにもなってるんだけど、ちょっとわかんないかな。その作品をゴーガンが自分でコピーしてわざわざタヒチに持って行ってるんだよね。それはあのマネのオランピア、あのゴーガンもマネリスペクトだったから、マネのオランピアを自分で模写したやつがあって、それをタヒチにも持ってってんだよね。だからこれがまあ原始のオランピアなんだよ。こういう表現形式としてのフォークラーだけじゃなくって、そういう信仰とか思想的な点でもフォークラー要素を取り入れていくんだよね。第一期タヒチ時代の初期の作品、どれも傑作揃いなんですよ。でこれで完全にゴーガン手応えつかむんですよ。これはいけると、で、金もなくなったと言うんで、これはちょっともうあのフランスにこれ持って帰って一応ぶちかましたのかって言って、それで1893年にの8月に帰るんですよ。で帰った時にはもうさすがにもう全然金がなかったから、あのモンマルトルにシャルロットの簡易食堂っていうおばちゃんがやってるあの安い定食屋さんがあったのね。でそこの2階がまた安い宿になってて、あの貧しいアーティストたちがよく住んでたんですよ。でそこに住んでたこの人のアトリエに転がり込むんですよ。この服も特徴なんだけど、これミュシャなんだよ、アルフォンス・ミュシャ、はい、ゴーガンタヒチ行く前にミュシャと親しくなってて、で、あ、そうだ、あいついたって言ってあいつとこ転がり込もうって言って転がり込んで、で、またどこで見つけてきたのか、パリにいたジャワ女アンナっていう、多分インドネシアとのハーフと言われる、何やってんだか分かんない、うん、いろんなものすぐ盗んだりするこれをまた連れ込んでミシャのアトリエにいい迷惑かと思いきや、意外にみんなで楽しんでコスプレやってるみたいな。これあのアンナがあのブルターニュの格好してるし、ゴーガンはなんだかお前さんなんだなんだか知らないけどやってて、ミシャもノリノリで写真撮ってるみたいな。それでデュラン・デュエル・ガローっていう印象派をすごくバックアップしてくれたガローで、あのタヒチ時代の作品を展示する凱旋個展を開くんですよ。でそこに44点出品したんだけど、ところが11点しか売れなかった、4分の1しか。でそのうち2点はドガが買ってくれてるでうわれーと、これ売れねえかみたいな、タヒチ行く前のやつの方が売れたじゃんみたいな行かないであそこでやってればよかったのかなみたいな話になる。だけど自信作なんだけどなって、特にこれとか良くないですかみたいな感じで、これをデュクサンブール美術館に寄贈しようって申し出るんですよ、うん、いらないって言われてあれーみたいな参ったなみたいな。タヒチね、やっぱいろいろ面白いこともあったしね、13歳の女の子ね持ってけって言われてね1週間後にもう一回戻せとか言われて、面白かったのになみたいな、あの辺の話書いてみようかみたいな、うん、それでそのノアノアっていういい香りみたいなあの意味らしいんだけども、うん、そのタイトルの、まあ、タヒチ気候だね、うん、を書いて自分でこの木版画でこう装飾して、うん、この本を出そうとするんだけど、うん、これもまたなんかなかなか出版してくれるとこが見つからなかったりして頓挫しちゃうんだよ。結局だいぶ経ってから1901年にこれ出版されることになるんだけども、おかしいなと、もう絶対いけると思ったんだけどなと、爆売れで話題になって、この裏話紀行文も
爆売れするはずなのになみたいな。ほいでもうまた荒れて酒飲んで、であのさっきのジャバ女アンナと一緒にポンタマの旅行してる時にあのスイフと喧嘩して足首複雑骨折粉砕骨折の大重傷を負って帰ってきて、もう作品売れてないから金もなくなっちゃって、またほいでまた晩酌してきてしゃあないまた行くかと、なんならもう帰らないぐらいの覚悟で行くかって言ってまたタヒチ行きを考えちゃうんだよ。でここもいやそんなことしないで帰ってきたばっかりじゃんと、もう 1,2 年パリで辛抱してれば次の時代これが来るんですよ、どっかんどっかん来るんですよこのフォークラーブーム、そこで待ってればよかったんだけど辛抱できなかったんだね、またタイミング逃しちゃうんだよ。でまたあのドゥルオーオークション会社のドゥルオーで競売やるんだけど今回は不振なんですよ。でやっぱり47年中9点しか売れなかったですよ。ちなみにこの時もドガが 2点買ってくれてそれね、ドガはねゴーガンを印象派展に誘った人でもあるんだよね。ゴーガンはドガ派なんだよ。だからルノアールとかはゴーガンのこと嫌いなんだよね。そんなこともあってパッとしないまままたあのタヒチに、行っちゃうんですよ。そこから第2回タヒチ滞在が始まるんですけれども、でタヒチ帰って芸術はどうしてるって言ったら、あごめんってもう他の人と結婚しちゃったって言われて、あそうって言ってでまた別の14歳の現地妻パフラっていうのを見つけてくるんですけれども、ただこの2回目は1回目ほど調子よくいかないんですよ、やっぱもうあの足の粉砕骨折痛いし、あとどうももう梅毒の症状が出てるっぽくてやたら失神ができたりとかで何度も入院したり、それで、95年の9月に着くんですけども、その翌年にその新しい現地妻のパフラっていうのが女の子を産むんだけど、これ死産になるんだよね。でとてもその子は悲しむんだけど、その時に書いたと思われるのがこの作品なんだよね。でたまりのあとはっていう神の子の誕生っていう意味らしいんだけど、神の子ここで生まれてるんだけど、ほらさっきのあの資料が見ているの時の資料が連れて行っちゃってんだよまあこれある意味その原始の降誕図なんだけど、もうこれがそのポリネシアの資料が連れて行ってしまってるっていう不吉な絵になっちゃってんだよね。やっぱりこのこれにノリは似てるんですよ、第1回滞在期のやっぱりこの第1期滞在期のこのなんていうか弾けた力強さはないんだよね、なんかこうあこれはだんだんダメになっていくなっていう感じの作品にもなっちゃってんだよね。でその次の年97年にはですね、あの奥さんと一緒に奥さんの実家のコペンハーゲンに行ってた子供たちの中でゴーガンが一番可愛がってた長女のアリーヌっていうのがいるんだよね。でその子が病気で亡くなっちゃいましたっていうの知らせが届くんだよ、亡くなってから4ヶ月後ぐらいに届いて、そのこともまたゴーガン知らなかったって言ってショックを受けるんだけど、それで書いたとも言われるのがまあこの作品なんだけど、いやこれはそのアリーヌが死んだ通知が来た前の作品だよと、でこの女の子は2番目のそのパフラっていう女の子が産んだ女の子が亡くなっちゃったところから書いた作品じゃないかなとも言われてるのがこれで、これはゴーガンには珍しくほぼ唯一じゃないかな、これにネバーモア英語のタイトルがついてるんですよ。でここにカラス、そうカラスがいるでしょ、これでもうピンとくる人はピンとくるんですよ。これはエドガー・アラン・ポーって、おーおー、ポー知ってる？エドガー・アラン・ポーですか？エドガー・アラン・ポーは そこから名前を取った日本の作家な、エドガー・アラン・ポーというアメリカの作家であり詩人がいるんですよ。でその人の有名な詩でザ・レイヴンっていう大ガラスと訳される詩があるんですよ。これは
あのマラルメっていうフランスの有名な詩人がフランス語に訳して、うん、マネが挿絵を描いて出版されてて、まあ、非常にみんなよく読んだ作品なのね、うん、でそれどういう作品かというと、まあ、恋人が死んじゃった学者が夜書斎でね、恋人死んじゃったよって言いながら、うんうん、いろいろ研究してると突然外から大ガラスが飛んできて、うん、で自分の部屋のところに泊まって、で大ガラス何しに来たみたいな、で私の恋人はもう帰ってこないのかとか、いろいろこう大ガラスの対話を始める、うん、何を聞いても大ガラスは Never more って答えるんだよ、うん、もう再びないよと、うん、私が彼女に会えることはないのかみたいなこと言っても Never more って全部 Never more って、あの日夏幸之助先生の役だとまたとなけめっていう、うん、役になって、だこれはもう失ったものは二度と戻ってこないんだよみたいな、そういうことですね、うん、でだからまあこの子の赤ちゃんが亡くなっちゃったことを踏まえての作品なんじゃないかなと言われてんだけど、こんな感じで、まあ、2回目のタヒチ滞在はなんかこううまくいかないですよ、うん、裏目裏目に出てくる感じなんですよ、うん、で体調もどんどん悪くなっていくしっていうんで、まあ、これはあかんと、うん、死のうと、うん、だけどじゃ死ぬ前に遺書代わりのもう集大成の作品書いてから死にたいよと、うん、言うて書いたのがこれなんですよ、だからでかいんですよ、うん、もうわしの画業集大成だと、これを書いて死ぬんだと、うん、で実際これ書いた後にヒ素飲んで自殺しようとするんだけど未遂に終わるんだよ、うん、だからこれはもうゴーハンが最後の力を振り絞って書いた彼の遺書と言ってもいい作品なんですよね、うん、でこれ何が書いてあるかっていう、うん、なんでこんなでかいんだってことなんですけどね、これよく見ると場面はこう3つに分かれるんですよ、うん、この3つに分かれる場面というとキリスト教の三連祭壇画を、うん、がよくありますよね、うん、ここにアダムとイブの楽園があって、うん、ここに現在があってここに最後の審判があるみたいな、キリスト教の三連祭壇画の場合時間はこう流れますよね、うん、横文字の文章と同じでこう流れますよね、でこれ逆に流れてるんですよ、こっちからこっちへ時間が流れてるんですよ、でここで赤ちゃん生まれて、うん、まあ若い少女たちがいて、うん、幼年期っていうか、まあ、何も知らない楽園時代ですよね、うん、でここがまあ青年期、ここでなんかちょっとリンゴ取ってるみたいな、うん、アダムとイブの現在っぽいことがあって、うん、まあここで人は罪を犯したりする、でそうなるとここは最後の審判なんだけど、ちょっとなんか様子が違うんですよね、うん、地獄では必ずしもないわけですよ、うん、だから多分これはそのキリスト教の三連祭壇画の形式を踏まえつつ西洋とは時間の進みを逆にして描いた、まあ、豪眼風の最後の審判的な作品、うん、だからこれは我々はどこから来たのか、我々は何者か、で我々はどこへ行くのか、これ最後、これキリスト教だと最後の審判で地獄落ちたりなんか、地獄落ちたり天国行ったりしてるわけですよ、うん、でここがこれがポリネシアの信仰なんですよ、で一応ここほら年老いた老婆とかいて、ここはだからもう生まれて死んでいくっていうあれなんだけど、よく見るとこっちはこっちでまたここ少女いるんですよ、またこっちはこっちでこの時間の輪ができてるでしょ、でここの真ん中にいるのがこれはタヒチの月の女神のヒナっていう神像なんですよ、うん、でこれタヒチの信仰も仏教の信仰に似てて、基本人間輪廻転生するんですよ、うん、だからまたこうなって年老いて死ぬんだけど、またこれ始まると、うん、これ輪廻転生の世界なんですよ、これここがもう圧倒的に違うんですよ。キリスト教の時間っていうのは基本的に直線的な時間なんですよ、うん、最後の審判に向けての直線的、同じ肉体は滅びなくてずっと死んでも残ってて、最後の審判の日にまた蘇って、で地獄に行くか天国に行くかで終わるっていう、だけど東洋はこう輪廻転生して何度もこれを繰り返すわけですよ、この人生を。
この全体としてもこういうふうに時間が進んでいくんだけど、最後にこれまたこの時間はぐるぐる回るっていう、そういう構図になってるんですよ。これある意味この合岩盤の、まあ、永劫回帰、ニーチェという思想家が言ったもう永劫回帰ですよ。人生核のごときが人生なるか、よし今一度ってやつですよ。だからもう合岩がもう自分の画業の中で西洋絵画の伝統、それから大地のフォークロア、仏教の思想とかポリネシアの信仰とか、そういうものを全部取り入れて合岩なりの人生観で、それを表現する方法としてその自分が開発したクロアゾニズムとかね、肉体のデフォルメとか色の使い方とか全てをここにぶち込んだと。我々はどこから来て、我々は何者で、我々はどこへ行くのか、これで俺の画業全部ですと、さようならって死のうとしたんだけど生き残っちゃったんだよね。合岩の作品としては破格にでかいんですよ。 1.5×3.5 メーターぐらいあるでかい合岩最大の作品なんですよね。作品もでかければタイトルも長いっていうことなんですけども、我々はどこから来たのか、我々は何者か、我々はどこに行くのかっていうタイトルはどっから来てんのかと、そのネタ元については諸説あるんですよ。でよく言われているのが、ゴーガンは、まあ、ペルーで育った後にフランスに戻ってきて、で10代の前半はオルレアンのイエズス会の進学校、全寮制のイエズス会の進学校に入ってるんだよね。でそこでまあ進学校だからカトリックの坊さんが来ていろいろ授業やるんだけど、その中でカトリック司教の教理問答っていうのがあるんだよ。お寺の禅問答みたいな感じでいろいろこう問答をしながらカトリックのその教義を学んでいくっていうのがあるんだけど、その教理問答の中で人類はどっから来た、どこへ行く、どういうふうに進化する、どう進むのかみたいな、そういう問答があるんだって、でそれじゃないかと、それをあのゴーガンはやってたはずだから、カトリックの教理問答を作品にしたんじゃないかという説が、まあ、よく言われるんですよ。でもう一つはですね、ポンタバン時代、あのブルターニュの小さな町ですね、あのゴーガンが食えない頃そこ行って若いアーティストやなんかにたかって飯食ってて、でゴーガンの元に集まった若いアーティストが後にナビ派を作っていくんだよみたいな前回やったと思うんですけども、ポンタバン時代にですね、イギリスのまあ思想家っていうか随筆家のトマス・カーライルっていう人がいるんだけど、その人の衣服哲学っていう本を読んでるんだよ。これサルトル・リサルタスっていう、まあ、ラテン語のタイトルがついてる。これね、衣服哲学って書いてあるからね、よくファッションの話だと思ってね、ファッションの関係の人が読んで全然わけわかんないよみたいなあれになるんだけど、これ衣服哲学という、まあ、サルトル・リサルタスってちょっと韻を踏んでんだけど、これ再び仕立て直された仕立て屋みたいな、そういうタイトルなのね。内容はね、ドイツ人のね、なんか博士みたいなのが出てきて、その人とのこうなんかやり取りで、そのドイツの観念論っていうのね、ヘーゲルとかの観念論があるんだけど、それをちょっと茶化した、そういうちょっとパロディ小説なんだよ。その中にさ、Who am I? 私は誰だと、What is this me? この私って何なんだという一節があるんだよ。でそこに Sure I am、 確かに私はいると、 And currently become not、 やがて消えると、 But whence, how, where to っていうのがあるんだよ。どこから来てどのように存在してどこへ行くのかっていう、これじゃないかと、こっから取ったんじゃないかという説もあって、俺は個人的にはそっち派なんだよ。というのはそのポンタバン時代のゴーガンの作品で、ね、こういうのがあるんですよ。でこの個性的な顔をした人はこの人メイエル・デ・ハーンっていう
オランダの画家なんだよ、うん、でやっぱりポンタバンに来ててゴーガンと友達になった画家なんだよ、うん、その人の肖像画を描いてるんだけど、ここに本2冊置いてあるんだよ、うん、でわざわざここにタイトル書いてるんだよ、うん、でこれ一つがミルトンの失楽園なんだよ、うん、パラダイスロストなので、もう一つがカーライルのこのサルトルリサルタス、衣服哲学なんだよ、うん、もう確実にゴーガンはこれ読んでると。でしかもこのメールハンの肖像画にこう書き込むほど影響を受けてる本なんだよね。でミルトンの失楽園っていうのはこうほら悪魔が再起を目指すみたいな、そういうところもゴーガン影響を受けてるから、間違いなくここから影響を受けてるだろうと。だからこの本の中にあるこの我々はどこから来たのか、我々は何者か、我々はどこへ行くのかのネタ元なんじゃないかな。まあいずれにせよゴーギャン史上最大に長いタイトルで、ゴーギャン史上最大にでかい作品なんですけれども、うん、でところがですね、これをパリに送ったですよ。でこれ含めて8点パリに送って、で前はデュランデュエルの画廊で、個展開いたんだけどパッとしなかったよね、うん、でどうもこれからの時代はボラールっていう画商の方がいけとるんちゃうかっていう、印象派の時代はデュランデュエルなんですよ、でポスト印象主義の時代はボラールなんだよ。だからボラールのところで今度は個展を開くんだけど、好評だったんですよ、で作品結構置いたんだけど、これが不評だったでかいっつってこれが評価されなかった。でこのことにゴーガンはますます落ち込んじゃうんですよ。いやこれなんだけどなと、他の7点捨て駒だったんだけど捨て駒の方評価されちゃったよみたいだなって。でまた99年ですね、だからその年にはパフラ男の子を産むんだけど興味示さないんだよそれでこの第2回目の時ね、ゴーガンはね、あの前みたいに首都から離れたところに住まないで、割に首都の近くに住んで、で地元の政治に関わってるわけよ、うん、で忘れがちなことで、ゴーガンのお父さんってあの共和派の新聞記者で、それで第三帝政の時にナポレオン3世が政権取った時に弾圧されるかもしれないって言ってペルーに亡命して、まあ、その船のところで亡くなっちゃったよね。でお母さんの母方のおばあさんっていうのも有名な女性活動家だったよね、うん、だその血があるんだよ、うん、それで新聞にね、フランス政府植民地政策ひどいぞみたいな寄稿してた人だけど、もうそれじゃ足りなくなって自分で雑誌出してそのタヒチ政府批判を始めちゃってるんだよ、うん、それであちこちから睨まれて居づらくもなり、渾身の一作も空振りしみたいな、あーこれはもうあかんな、もうタヒチにもういられないと、もっと偏僻なところへ行くかって言って考えるようになるんですよ。でもゴーガンはこれ渾身のこの一作は空振りしたけど、他の7点は評判良かったわけじゃないですか。だからボラールはこれはいけると、月300フラン送るぞと、ガンガンかけって金送るんですよ。ところがもうゴーガンは力残ってないんだよ、うん、でその300フランで引っ越しますっていうことになって、うん、でよりまあ物価も安いマルキーズ諸島っていうところの、まあ、同じタヒチのヒバオハ島っていうところに1901年にまあ移住しちゃうんだよね、うん、でちなみに2番目の現実ドラムのパフラとその子が産んだ男の子は私たちは行きませんっつってなるんですよ、うん、じゃあいいですっつってゴーガン言って、うん、また向こうで現地妻探しますっつってそれでそのヒバオハ島でこの家を建てて快楽の家って名付けるんで、メゾンドジョーっていう、でここにこう細かい木の彫刻、実はゴーガン2回目のタヒチ滞在の時はこの木彫を盛んにやってんのね。でこれ今ヒバオハ島に立ってるな、これ復元されたやつで、うん、ここの本ちゃんはねオルセーにあるんだよ、うん、オルセー美術館にほら こういう感じで、ここにこのメゾンドジョウィーって、うん、こういう木彫、自分の木彫で飾って、それでこの中になんかあのフランスから持ってきたあの
江戸ピンナップとかいっぱい貼ってでも現地の人がそれ見たさにもう毎日来たっていう。でここでもまた14歳の現地妻のバエホっていう人も、調達してここで、まあ、暮らすわけなんですけど、それでこっち移ってからも、まあ、相変わらずまたあの憲兵とも批判して揉めたりとかしてるんだけど、こっち移ってからはね、昔を懐かしむような作品ばっか描いてんだよ、うん、で例えば未開の物語って、これあの人でしょ、うん、メイエル・デ・ハーン、うん、だからこれはまあ、タヒチの動くら的なものを描いてるように見えて、ポンタバン時代を懐かしんでんだよ、うん、あいたなメイエル・デ・ハーンってつって、あいつからこのカーライルの副哲学借りたんだったよなとか、うん、これとかさ、なんだ、ひまわり、そう、うん、というとゴッホ、うん、アルル時代でしょ、うん、これまたこの椅子に注目してほしいんだよ。これあのアルル時代にゴーガンの椅子とゴッホの椅子をゴッホが描いたでしょ、うん、ゴーガンの椅子の方は肘掛けついてたよ、うん、いい椅子ゴーガンにあげたのにみたいな、うん、肘掛け椅子にひまわり、うん、これアルル時代懐かしんじゃってるでしょう、うん、これはどう思う？これまあ海辺で馬乗ってる人の絵なんだけど、うん、これなんかこの絵見てなんかに似てるなって思わない？なんかあったような気が、あったような気がするでしょ俺はねこれじゃないかと思ってるんだ。これドガのロンシャン競馬場初期の作品、うん、ドガはさっきも言ったように印象派時代から、まあ、ゴーガンの恩人ですよ、はい、印象派展に誘ってくれて、売れない時も必ず2点ずつ買ってくれてみたいな、うん、ドガどうしてるかなみたいな、うん、こう海辺で馬乗ってる人見た時にこれを思い出したんじゃなかろうか、うん、もうこうなってきたらダメだよっていう、もう昔を懐かしむようになったらおしまいですよ、うん、で結局ですね、もう1902年の終わりには体調もボロボロなんですよ。で足の粉砕骨折もいつまでも痛くて、でもモルヒネやりだしたわけですよ、痛み止めにね。でもう、ま、すぐ中毒になっちゃってどんどんダメになってって、もう1902年の終わりにはまたほらこの人すぐもう死ぬって言い出す人だからまたもう死ぬって言い出して回顧録書き始めて今回はそれで本当に死んじゃうっていう1903年憲兵批判とかやってたのが憲兵から名誉毀損だって裁判を起こされて負けて、で控訴して控訴中に亡くなっちゃうっていうことなんですよね。でその頃もうパリではゴーガン大ブレイクなんですよ。だからもう完全にタイミング悪いんですよ。ブレイクするよって言ってお金送ってきてくれた頃にはもう気力がなくなっちゃってたっていうね。ブレイクしてたからもうゴーガン亡くなったその年にはもう速攻セザンヌが亡くなった次の年にやったみたいにサロンドートンヌで大ゴーガン特集ですよ。ゴーガン記念室ができるぐらいのあれだったんですよね。だからこの2回目はやっぱり失敗だったと思うんだ。パリで凱旋個展の時に売れなくてもしばらく粘ってればもうこれがドッカン来る時はもうすぐそこにあったと思うんだよね、うん、まあ、この人はだからナビ派のあのドニとかね、あのセルジエとかああいう人たちにとっては、まあ、なんていうか印象派にとってのマネみたいな位置づけですよ。みんなドーガンに影響されてそのナビ派のグループを作ったりしたわけですよ、うん、それからクロアゾニズムっていう原色ベタ塗りの方法っていうのはマティスたちがフォービズムって呼ばれたそういう画風を先取りしたとも、まあ、言えるよね。それからこうクロア的な要素を西洋美術と融合していくっていう点ではもうピカソたちを先取りしているって、非常にこの人は美術史上功績が大きい人なんですよ。だけども行く先々で揉め事を起こすしいちいちタイミングが悪いと。だいたいそもそもさ株屋やっててさ株がその株が不況になったからってやめて画家になるっていう判断がおかしいわけだよ、株が不況になったら絵も売れないわけだよ当然もうそこから以降もう
判断間違い投資なんだよ。でなんぼ手をに頼まれたからって言ってゴッホのところ行っちゃったのもやっぱり間違いなんだよ。やっぱり喧嘩して帰ってくるっていう案の定ばっかりなんだよこの人。それ以降はだからゴッホとは違ったタイプの困った人なんだけど、ただ美術史上に残した功績っていうのはみんなが思っている以上に大きい画家だったと言えるんじゃないかなと思いますね。